しばしこちらで休んでまいりましょう。そうよの、今朝からせわしかったんで少しみんなで休んでいこう。まず殿のお隣にいらっしゃるお姫様は、平成は東条保育所にて勤務をされておる伊藤きらり姫にございます。出身は東条にございます。続いてそのお隣の姫は、平成は川取郵便局に勤めておられる桑原桃花姫にございます。出身は東条にございます。姫よ、見事な書であるの。伊藤姫と桑原姫に皆さん拍手を送ってやってください。皆さんこんにちは、桑原桃花と申します。伊藤きらりと申します。私たちは大筆で久遠という文字を書かせていただきました。久遠には時が久しく限りなく永遠に続くという意味があります。私たちは東条町で生まれ20年間過ごしてきました。幼い頃から身近にあるお通りが、これからも未来から現在から未来へ長く長く続いていきますようにという思いを込めて書かせていただきました。皆様この後もどうぞ東条のお通りをお楽しみください。この度ありがとうございました。大正人形といわれる戦国武将の人形にございます。やはり守るとの意味から強い武将を祀っております。正和長尾隼人の将和正一勝ただいま到着いたしました。そちは随分名前が長いんじゃの。は、長尾殿待ちわびておったぞ。しかし町の守備はどうかの。は、安寧の世とはいえまだまだいろんなところで不穏な動きがあるようにも見えますが、ご安心ください。大砲隊鉄砲隊いいよ来て。Thank you.
Thank you.
来てI'm sorry.
Yeah.
顔上げて。だいぶ間延びしました。今日も新しい新商品